次降りるんでよかったら。ありがとうございます。私でしたけどね。絶対に私でしたけどね。すごい自信。その小ささでよく言えましたね。下品な体。絞ってね、結構グロテスクなんですよ。質素な体。お食事とってるのかしら。いくら使ったんですか。あとブラックライトで光るって本当ですか。天然です。ああ、男性からの熱い線感じたことないんだろうな。かわいそう。大きいことが武器だと思ってますか。メスとしての優位性をそれで表示しようとしてます。同じメスとして恥ずかしいわ。オスの皆さんどう思いますか。そんな大きいことでメスとしての優劣がつくなんてそんなことはないですよね。多様性の時代ですよ。ボディポジティブですよね。本能には抗えないですよね。大きいことがそんなにいいですか。10年後には垂れるんですよ。女優見たことあります。どうぞ。飽きましたよ。そんなに重いもの抱えてらっしゃるんでしたらどうぞ。そんな重いコンプレックス抱えてるならどうぞ。